この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。ありがとうございます。学校でお友達もできたし、ご飯は美味しいし、はあ、もう毎日幸せ。あ、そうだ、お前に大事なこと言ってなかったな。え、何？次のテストで下から20番以下だとお前退学だぞ。はあ、だって入ってみなきゃ分かんねえだろ、カリンが本当にあの学校を気に入るかなんて。そうだけど。それに最初から成績のことなんて考えてたら学校なんて好きになんねえだろ。だから様子を見てたんだ。カリン、お前あの学校好きか？本当に通いたいと思うか？好きだよ、通いたいよ。だったら次の試験。もちろん頑張るよ。頑張るしかないじゃない。よし、わかった。じゃあ俺もできる限り協力する。ありがとう、カズネ君。そうと決まれば。中間試験は来月だ。まだなんとかなる。とにかく量をこなせ。それしかない。まあいい機会じゃねえ、カリンちゃん。勉強のことはちょっと心配だったし。ほら、とっとと始めるぞ。退学？それで毎日遅くまで勉強してるんだ。いやー、まさかこの学校、小学校ですでに中学の内容を始めてたとは。やられたよ。おい、朝までやっとけって言った英語終わったか？朝飯の時逃げたろ、お前。自分のためだぞ。サボってんじゃねえよ。マジで学校終わるまでに絶対やれよ。出ねえと量を増やすかな。ほら、くそ。あの鬼め。出た、カズネーズ。花園さん、クジョクにベタベタして。あんた一体クジョクの何なのよ。ひょんなことから同居してるんです。なに？なんて言ったら命に関わるな。ここは無難に。遠い親戚って。あなたが親戚ですって？やばい、バレバレか。ずるいわ。え、入学からずっと九条くんと一緒だった私たちを差し置いて転入してきていきなり親戚だなんて。そんなのずるい。とにかく九条くんに何かあったらただじゃ置かないからね。えい、なんでこんな仕事をしなきゃならんのだ。生徒会なんて所詮雑用係じゃないか。はい、こっち500枚終わったよ。こんな単純作業、ああ、面倒たまらん。九条くんたちのこと調べやすいからって立候補したんじゃなかったっけ？そうだが、こんな仕事してる暇があったら、あの新しい素人神を。そういえばあの子、ちゃんと試験で入ったのかな？知るか！付け焼き場で入れるほど楽じゃないんだろ？ここの外部入試って。可愛いから案外顔パスだったりして。キリカ、前から気になっていたが、お前あの素人神と慣れ合いすぎじゃないか？あいつは敵だぞ。あの子見てるとなんだか笑っちゃうんだよね。のんきなことを。いいか、甘いことを言っているといつか大きな失敗をするぞ。そうだね、気をつけるよ。次はこの束でいいのかな。ただいま。はあ、やり終わった。カリンちゃん、おかえりなさいなし。やったか？やったよ。え、待ち構えてなくてもいいじゃない。おい、お疲れ。じゃあ次これな。え、もうちょっと手加減できない？しゃあねえだろ、お前小学校の時のも抜けてんだしさ。どうせ頭悪いですよ。
やる気ねえならやめろよな。なんだと？にゃにゃにゃ、かりんちゃん大変そうだし、ま、今までのツケが回ってきたんだし。あんたも喋りだしたらムカつく。できたか。あ、次これな。何も、こんな夜遅くまで付き合ってくれなくても。見てねえとサボるだろ、お前。サボるわけないじゃん。ち、バレたか。かりんちゃん、かずねちゃん。夜食のおにぎり、作ってきたよ。お、悪い。ひめかちゃん、こんな遅くに。あとこれ、デザートにどうぞ。わあ、かしわ餅だ。私も応援してるから。じゃ、頑張ってね。ありがとう。さあ、続き始めるぞ。うん。九条くん、はい。ここには何が入る？あ、すみません、もう一度お願いします。聞いてなきゃダメじゃない。テストは明日からなのよ。すみません。カズネくん、昨日の、どこ？ここだよ。また間違ってんじゃねえか。ここ一昨日もやったろ。もう一回やってこい。ちぇ、そんな危険度に言わなくても。ちょっと、なんでしょう。なんでしょうじゃないわよ。最近の九条くん、覇気がない。覇気？そうよ、九条くんの魅力、それは自信に満ちていて他に屈しないところ、そして生き生きとして大きく澄んだ声。なのに花園さん、あなたのせいよ。テスト近いのに休み時間寝てばかり。起きててもぼーっとしてる。九条くん、自分の勉強だってあるのに、わざわざ花園さんの勉強まで見てあげてるって言うじゃない。キラキラと眩しかったあの頃の九条くんを返して。いつも私たちを元気にしてくれたあの頃の九条くんを返して。そんなこと言われても。とにかくテストで九条くんの成績が落ちたらただじゃおかないから。かりんちゃん、ご飯行こう。うん、私いい。どうしたの？具合でも悪いの？カズネくん、ごめんね。カリン？私のために迷惑かけちゃって。ん？どうしたんだろう、カリンちゃん。そうな。花園さん、あなたのせいよ。九条くん、自分の勉強だってあるのに。テストで九条くんの成績が落ちたらただじゃおかないから。何よ、テスト、テストって。あれ、テスト勉強？あ、こんにちは、よく会うね。カズネちゃん、もう、悪い、俺やっぱ教室帰って寝るわ。さすがに連日の徹夜は応えるな。そういや彼にも少し無理させすぎたかな。キリカのやつ、俺一人にこんな仕事をさせておいて一体どこを突き歩いてるんだ。ん？これはなお、右の転入生についての入学合否判断は
試験の結果によって決定とする。そう、それで落ち込んでたんだ。私、別にカズネ君に勉強を教えてなんて頼んでないのに。あんなの、ありがた迷惑っていうか、おせっかいだよ。先輩？あ、君は？カズネ君。お前、さっきの問題できたのかよ。ごめん、まだ。どうしよう。カズネ君にひどいこと言っちゃった。せっかいだなんて最低だ私。何のつもりだ、カラスマ。お前なんか企んでんだろ。気づいたか。だが今回用があるのは貴様ではない。まさか、カリン。目は小さいうちに摘み取らせてもらう。戦闘士、アレスの力を持って。素人神花園カリンは、明日の中間試験、もし成績が悪ければ退学だと言うではないか。邪魔する気じゃねえだろうな。お、そうか、その手があったか。そりゃいいことを聞いた。てめえ。てめえじゃない、カラスマキリオだ。ここは通され。そうか、ならば実力行使で。はっ、さあ。どけ、クズ。絶対どかれ。カズネ君、謝っても許してくれないだろうな。悪かったって思ってるんだよね。はい。ちゃんと話してみたら。でもカズネ君すごく怒ってたし。大丈夫、きっと分かってくれるよ。君が本当に仲直りしたいと思うならやってみなきゃ始まらないよ。そうですね、私、カズネ君にちゃんと話してみます。大丈夫かな。大丈夫。え？仲間なんだろ、九条君は。カズネ君のこと知ってるんですか？僕は生徒会の仕事を手伝っているから。君は？あ、花園カリンです。僕はカラスマキリカ、3年生。よろしくね、カリンちゃん。はい。カラスマ。お、カラスマキリカ。なんてかっこいい名前。カリンちゃん。キリカ先輩か。カリンちゃん、カリンちゃんってば。カリンちゃん。何よしーちゃん、せっかくキリカ先輩の余韻に浸っていたのに。それどころじゃにゃんし。どうしたの？こっちで神様の力を感じたから慌てて応援に来たんだし。神様の力？そうだし、大きさから言って戦ってるみたいだし、カリンちゃんだと思ったし。戦ってる？私じゃないとすれば、カズネ君？ここまで戦いながら神化しないとは、舐めているのか。人が神にかなうはずなかろう。いた。
ネ君神化してないの？まさか明日のテストに響くせいに神化すると体調壊すから。いい加減にしろ。神の力を使わずに何ができるというのだ。時には神の力を使わないで何かを守れるってこともある。とにかく彼には指一本触れさせねえ。もしかして。まあいい、神化もせずにこの私に挑むその愚かさ、体で分からせてやる。カスネ君、私のために。ここで神化したら今晩私の勉強見られなくなっちゃうから。おせっかいだなんて、あんなひどいこと言った私のために。お前まともに戦えねえだろ。うん、逃げない。カリン、私いつも足でまといで迷惑ばっかり。カリン、みんな私のために頑張ってくれてるのに、それなのに私、そんなのおせっかいだよ。私分かったの、みんなに頼ってるだけじゃダメだって。私も頑張んなきゃダメだって。飛んで火にいる夏の虫だ。こーっと先生。こ、苔落としを。所詮は素人神、恐るるに足りん。カリン、お前にはまだ無理だ。どうして、どうして出ないの。ならばこちらから行かせてもらう。カリン、カリンちゃん、こんなさん、だー。出た。なんでそっちへ飛んでくの。バカめ、どこへ向けて撃っている。無茶しやがって。でもよく頑張ったな。あ、カズネ君。カズネ君、ごめんね。おせっかいなんてひどいこと言っちゃって。きっとまだ怒ってるよね。本当はそんなこと思ってないの。こんな私に付き合ってくれて感謝してるの。ありがとう。明日のテスト、もしダメでも私、悔いの残らないように頑張るから。ち、アホか、あいつ。ごめんね、おせっかいなんてひどいこと言っちゃって。俺が怒ったのは、そんなんじゃねえ。俺が怒ったのは。はい、じゃあテストの結果を配ります。やることは全部やったの。あの地獄の日々に悔いはない。カリンちゃん、気を確かに。いざ。やったー。本当に
何でもおごるぞ。私もお祝いするよ。ううん、みんなにいっぱい応援してもらったおかげだもん。今度は私がお礼する番だよ。で、お前のお礼というのがこれが。かりんちゃん、これ何？うなぎのソテー。あ、ご覧のスポンサーの提供でお送りしました。